5800ですね、人ぐらい、この登録者がいるんですけども、ウィーク頑張りましたね。本当にコラボをたくさんしてもらいましてですね、企画をしているのが届きました。でそれがどうなったのかっていうのをですね、話していこうかなと。現在ですね、どの辺までですね、これワンピースっていうですね、英語ワンピースを英語で紹介する、ワンピースで出てくる表現とかを英語で紹介するんです。Hello there! 始まりました、モテチャンネルです。今回はですね、私、一体どれだけ YouTube で稼げるようになったのかっていうのを話していきたいと思いますね。まあ、いろいろですね、予備校のですね、話をしたりとか、英語関係のことを紹介したりですね、していってですね、まあ、この間なんかはそうですね、予備校の匠さんとですね、素晴らしくさまざまな話を、しましたので、お金の話もしましたので、まあ自分の話もちゃんとしていこうかなと思います。5800ですね、人ぐらいですね、この登録者がいるんですけども、その中で、一体どれぐらいですね、5800で一体どれぐらいもらえるのかっていうのをちょっと話していきたいかなと思います。でまあもともとそうですね、収益化が始まったのがそんなに長くない、3月ぐらいでしたっけ、そこから2月の末だったかな、3月ぐらいから始まって、まあ徐々に本当に何というか、最低賃金ぐらいであって前に、言ってましたけど、そういう感じで、だから最初の支払いですね、もらったので、ですね、これはこの支払いもらった額って言ってもいいので、最初がその1万ぐらいなんですよ。でそれ1万もいかないのかな、何千なのかなって、なんかね、なんかキー入れなきゃいけないんですよ。番号入れなきゃいけなくて、それが届くのが前の住所に届いちゃってて、結局ですね、最初の支払いできなかったんですよ。で、なんで、もう一回やって、それで届いたんですよ。で、その時に2ヶ月分合計でだいたい2万円ぐらいだったのかな。で、その次のやつが、1ヶ月のやつで2万5千円ぐらいかな、っていうのが、届きました。でそれがどうなったのかっていうのをですね、話していこうかなと思います。現在一体どの辺まで行ったのかっていうのをですね、話したいと思いますね。まあかなり、ゴールデンウィーク頑張りましたね。本当にコラボをたくさんしてもらいましてですね、キャストダイスですね、 YouTuber さんたちのコラボですね、キャストダイス TV、をはじめとしてですね、皮切りにですね、夏目さんですねにやってもらいまして、その後本当に様々な YouTuber さんたちと、コラボしていきました。テック関係のジェットブルさんっていうですね、YouTuber ですね、トイックの解説とかしてるですね、YouTuber さんとのコラボがあり、その後そうですね、YouTuber さんで言うと次にしたのは、あ、細井先生ですね。そうですね、細井先生の動画は本当にすごかったというか、まあ自分で編集してても、わあこれすごいなと思いながらですね、これは面白いなと思って、でまあ3本出したんですけど、3本とも全部1万超えてますからね、再生数がこのチャンネルで。やっぱりすごいですよね。いやすごいなと思って、どこのチャンネルでも再生数取ってますからね、細井先生ね。2万7000ですか、僕の今の医学部に合格する人がっていうのがですね。で、その後、そうですね、他の YouTuber さんたち、そうですね、カンタロウさんですね、コラボしてですね、カンタロウさんとコラボをし、そしてですね、ちょめちょめクラブの大島さんですね、とコラボして、でそして、アツさんですね、アツさんとコラボをし、で、まあ、YouTuber ではないですけど、チカさんですね、の動画もすごく、人気が出ましたよね。で、ユミ先生とか、発音のユミ先生とかとですね、コラボしたりとかもして、あと論文 YouTuber の笹谷さんとかですね、っていうふうに。で、まあ、様々な YouTuber の力を借りて、で、やっとですね、たくみさんにたどり着いたっていう感じですね。なんかこう、たくみさんの周りの人たちをこう、いっぱいですね、コラボしていってですね、たくみさんにたどり着くみたいなですね、感じで。で、たくみさんの方がそうですね、今もう軒並みずっと毎日一番見られてる動画という感じでですね、伸びていってて、まあすごく面白い動画になりましたのでですね、ぜひ見てない方は見てくださいですね。また、何回も見たっていう人もですね、また見てください。で、そこでまあやっぱドーンとですね、上がっていったのでですね、再生数が上がっていったので随分伸びて、で、やっぱ公式オーディションですね、公式オーディションもここも
再生数が全然思ってたよりもどん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 と上がっていってですね、いけたので、そこで、まあ、そこで次にですね、あのサブチャンネルもですね、作りました。まあまあこっちはまだですね、動画自体は一つしか上がっていませんがですね、はい、そうですね、あのワンピースですね、英語でワンピースっていうですね、英語ワンピースを英語でですね紹介する、まあワンピースで出てくる表現とかを英語で紹介するやつですね。まあこちらもですね、ぜひ見ていただければなと思います。で、こういった形でですね、やっていってドドドドドドッとですね再生数を稼いで、一体どれぐらいこの5800しかいないのが月にどれぐらいもらえるぐらいまでになったのかっていうと、まあ、正確には言えないですけど、だいたいこれぐらい、ね、はい、そういうことです。いや、ここまで来るんだなと思ってですね、いや、だってなんかだいたい、なんつうの、この再この登録者数のだいたい10倍ぐらいが、まあ、もらえる額だって言ったんですけど、まあ、それよりとなので多いのでちょっとびっくりしてる感じですかね。まあ、本当に先生には本当にですね、あれ、あのもう準レギュラーになってもらおうかなっていうですね、ちょっと思ったりもしてますけど、まあ、それぐらいちょっとびっくりな感じですね。まあ、頑張ったから、ただね、まあ、やっぱり毎日やってるので全然毎日上げてもこれで、で編集になってやっぱ 3,4 時間かかりますからね、最低でも。たくみさんのやつなんか7時間やりましたからね、いろんなエフェクト調べてつけたりとかですね、あの2時間撮ったもののですね、こう順番いっぱい並べ替えてですね、ストーリー作ってやってますので大変だったんですけども、だから全然まだまだ全然割に合うっていう感じではありませんですね。暮らしていくとかそういうものではないですけども、まあそれでもですね、これだけいけるんだったらまあいいかなですね、という感じで自分的にはもう、はい、大満足です。ただまあまあこれから、ただやっぱ登録者はまだまだ増やしていかなきゃいけないと思ってますので、ぜひですね、応援は、よろしくお願いいたしますでございますね。はい、本当にお願いしたいところであります。で、いよいよですね、そうです、公式オーディションもですね、決勝戦に入りますのでですね、この動画が上がったその次の日にですね、いよいよ決勝のですね、3人が戦うっていうですね、ことになっております。いよいよですね、そこも応援してもらえればいいんじゃないかな。まあ誰がですね、1位になるのかっていうのは、僕自身もですね、どうなるのかっていうのはすごく期待していますので、ですね、そこも見たいなと思っております。で、またですね、まあ最近だと、ね、英語のどのカズさんとかですね、リクエストがあった人とですね、コラボしていってますので、また何かしらですね、この人とリクエスト、あ、違う、この人とコラボしてほしいとかっていう、リクエストがあったらお願いしますね。していってください。で、これからまたですね、まあ、ジェイミーの、英語の講座が始まったりですね、まあ、ジェイミーが、いろいろと解いていきますね。入試問題を解いていったりとかしますし、さらにはですね、大口先生のトイック講座ですね、がスタートしますので、こちらもですね、ぜひぜひ、見てもらえればいいんじゃないかなと思います。ですね、まあ、これからもですね、いろんな企画が、行われていきますのでですね、ぜひぜひですね、楽しみにしていただければなと思います。ちょっとね、まだちょっと考えてて、これやりたいな、あれやりたいなっていうのがですね、実はあるので、その辺のですね、ものが始まります。楽しみにしていてください。ただ、自分自身はこの後ですね、公式オーディションのですね、最終的なですね、参加者たちのこのグッドボタンの数を確認してですね、いよいよ結果発表をしたいと思っておりますのでですね、そちらの方もですね、今日ですね、この動画があって日曜日ですけど、次の日の月曜日ですね、公式オーディションの結果楽しみにしていてください。はい。ご視聴ありがとうございました。ですね、このチャンネルの、ぜひ、ぜひよかったらチャンネル登録で、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして、ですね、英語でワンピースのチャンネルですね、1本目の動画上がっておりますので、そちらもぜひぜひ見ていただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.